YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。です。今なんて？ん？なんて？よろしくどうぞ、京一郎。です。先に本日も言っとくわ。本日もプリンでございます。プリン。この間ドンキホーテにね、フラット立ち寄ったらですね、こちらの商品。ドン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 。回して回して丸型プリン。お菓子だった真っ赤プリンだよ、チャンネちゃん。これなんかね、普通のプリンがね、普通のプリンじゃねえや、卵あれでしょ、うん、あれをね、カチャッとセットしてぐるぐる回すだけで、うん、たぶんプリンができちゃうんだって。なるほど。あ、意外とちっちゃい。ああ。これどうすんのこれ。ああ。静かにしまっていいかな。入れて、蓋閉めて。なんかうんこ臭いね。なんかうんこしてないよ。俺かな。あ、俺さっきあれだ。うん？うん、あの。うんこして、ウォシュレットして拭かないで出た。最低か。うんこびちゃびちゃしてんなと思って。で、びちゃびちゃなの。お、すげえ。めっちゃ回ってるし。はい、2分経ちました。で、卵をチェックしてください。チェック。卵出して、なんか、うん、卵の全体が光ったらダメで、下だけ光ればいいんだって。いいんじゃない？混ざってる感じがするね。こっちの方だって見てみればいいんじゃない？うん。あー、光る光る。これ混ざってないやつだ。どうすんの？で、卵を茹でます。ラップで。あ、茹でるんだ。ラップでまず巻きます。できましたよ。プリンだよ。あ、ふる、はい。はい、止めて。お玉に入れて、うん、そーっと、うん、沈めます。はい。これで。蓋をして30分待ちます。はい。30分待ちます。こっから30分。きょうちゃん。ん？チャンレも混ぜてみたんです。うん。ぐるぐるね。はいはい。チャンレは、うん、割ってみたくなった。ああ、これどんなことなってるのかってこと？うん。割っていい？こうカメラに向かって割って。うん。ちょっと皿持ってて。はい、開けるよ。うん。うわあ！すげえ！ちゃんと混ざってた。びしょびしょな。このまま卵かけご飯にしよう。うまそう。あ、うまそうだね。これに醤油かけてね。イケージしたい。いや、びちゃびちゃ。すげえ、ちゃんと。すっごい綺麗に混ざってる。きょっちゃん。はいはいはい。さっきのさ、ええ、混ぜ混ぜしたやつあるでしょ。はい。それで卵焼き作ってみたんだけど。ちっちゃいの1個分。卵焼き。はい、どうぞ。チャンネルいらないの、うん、よく混ざってますね。あ、なんかね、うん、茶碗蒸しっぽい味した。へえ。うん、いつもの卵焼きと違う。うん。はい、京一郎ちゃん。30分経ちましたよ。経ちましたよ。じゃあ早速ご開帳していきますね。うん。パラパラ。はいはい。あれれ？あれれ、なんか卵かみ出てる。なんかはみ出てる。取れやすいですね。うん。はい。はい。なんかできてそうな感じです。お、いい感じ。ね、熱っ熱っ熱っ、あ
すごいね。できた。うん。完成。じゃあ早速食べたいと思います。うん。プリン？いや。茶碗蒸し。あ、茶碗蒸し。そりゃそうでしょ。美味しい。でも、すっごい美味しい。うん。美味しい。いいデザート。そのまま食べたらちゃう？いや、美味しかったよ。これすごい。ね、ちょっとね、見た目も可愛いしね。ね、なんかこう、お家で簡単にね、これやってね、なんかお前ら彼女とか嫁さんとかなんかその辺のお友達と一緒に作って楽しくホームパーティーすりゃいいじゃねえかよ。そうだそうだ、あんたお前、おいすればいいじゃねえかよ。どうしたの？ちょちょ、寝ろよ、おい。すればいいじゃねえかよ。じゃあな。Why?